なんですけど、ちょっと急遽お引越しをすることになりまして、ちょっとお部屋について、まあ、ちょっとした問題が出てきて、で、ちょっとカナダさんもいろいろ考えまして、僕の、もう、これはもう僕の意思ということでね、まあ、やっぱり、これは引っ越した方が、まあ、いいよね、いいかな、と思って、引っ越しをね、選んだという。なんか僕、結構引っ越しするってなったら、1ヶ月ぐらい前から、まあ、なんとなく決めて、もう、日々さ、物を詰めていくわけよ、少しずつ。だから、今回、ちょっと具体的にはっきり、実はまだ、引っ越し日とかが決まってないんですけど、ね、本当に急遽なのでね、今、引っ越しの準備をしながら引っ越し先を探して、できれば7月末には引っ越したいなっていう、ちょっと大急ぎ感があって。で、前からやってた、前からやってたらね、スッと配信もしながらいけるんですけど、今ちょっと、いろいろ、大急ぎでね、詰めているところで、まあ、あと調べ、いろんなね、次のお家もちょっと探しながらなんで、なので、ちょっと今言った配信がね、ちょっとギリギリ無理かな、みたいな感じで、ちょっとそっちにね、集中して、急いでおります。でも、だいぶ、目処が立って、もう次に引っ越す場所も決まったし、だいぶもう、梱包できてきたな、梱包っていうの。できてきたなってなれば、多分配信を普通に復帰できると思うので、まあ、めちゃめちゃ急遽になっちゃった理由は、まあ、ちょっと問題というかまあ、今すぐに何かがデデーンってあったっていうよりも、そうだね、もう完全に可能性だね。可能性的なもんがちょっとあると、って考えた時に、まあ、ちょっとできればその可能性ってものを、できれば潰しておきたいよねっていう、なんかこう、活動に対してとか、まあ、自分自身の周りの人に対してちょっと、ね、ちょっと真摯にって言うと難しいけど、まあ、ちゃんとね、やっていきたいなというような思いでも、カナタスが決めましたと。ということで、まあ、そう、リスク回避、はい、天才。リスク回避。リスクを回避ね、やっぱりしていこうと。みんなに、自分だけじゃなくてね、周りの人に対しても。で、まあ、その、ま、関係で、ちょっと今までずっと、友人とね、暮らしていたんですけれども、ちょっと今回、なんとカナダソー、2年ぶりの、一人暮らしになる予定でですね、ちょっとドキドキ不安があるんだよね。ただ、その友人と、こうなんだろう、友達ではおるし、もちろん。ね、なんか、まあ、それも、なんて伝えればいいのかわからないけど、もちろん、なんか喧嘩してとかでもね、全くなくて、友人も引っ越すの、とりあえず、今住んでいるお家があるので、友人はすぐに引っ越さないで、僕がちょっと先に出るみたいな形になるかなっていう感じではあると。そう、別居になってしまうと。いや、でもね、ちょっと久しぶりだからさ、一人暮らし、カナダさん本当に高校生から一人暮らしをしている人なんで、一人暮らし自体に、ヒューっていうのがあるわけじゃないんだけど、ちょっとドキドキだよね、と。まあ、ただ、本当に、何かね、今現在でトラブルがあったとか、大問題が発生したっていうわけではないです、もちろん。で、喧嘩もしてないし、仲いいし、今度ね、またちょっと今、うさたんのこととかもあるからあれなんですけど、前から決まってた旅行が、これちょっと前の配信でも話したんですけど、そう、前の配信でも話したんだけど、旅行に行く予定がずっと前からね、本当に3ヶ月ぐらい前から友人とね、約束してた旅行とかがあって、もう少し落ち着いたら、ね、それも行ってこようかなとは思っているので、まあ、そんな感じで普通に、仲は良いですと。と、仲はいい。仲はいいけど、まあ、一緒に住むっていうところだけ、ちょっと今回、まあ、一旦、まあ、ちょっと、一旦離れ離れになるという感じではあると。なんでね、まあ、もしかしたらちょっとみんなはなんかこう、心配なこととか出てきたり、これとああいうことなんかなと思うことがね、あるかもしれないけど、もう基本的にはカナダソの頭で考えて、カナダソがね、ちょっと決めたというかなんていうか、そうしようと思ったね、感じの結果でありまして、頑張りたいと思いました。応援してる。人生リセットボタンポチーン。人生リセットの段吉。平成にネット上段吉。